参議院一人区の予定候補者のかなりの方々は、立候補を取り下げることになると思います。協議の進め方でありますが、選挙協力の協議にあたってはですね、まずは参議院選挙1人区、32の1人区、この奇数がですね、全体の奇数を大きく左右します。この1人区での選挙協力について、合意を得ることを優先して、協議を進めることを提案していきたいと考えております。2つの点を確認することを条件として、いきたいと考えております。一つは安保法制廃止、閣議決定撤回を選挙公約とすることです。今一つは選挙協力の意思があることです。この二つの点を確認することを、我が党がですね、他党の公認候補者あるいは推薦候補者を応援する際の条件としたいと。ただ我が党としてはですね、単なる住み分けではなくて本格的な選挙協力を目指していきたいと。それをやってこそですね、自民公明に勝利することができると。自民公明に1人区で勝つというのはこれは容易なことじゃありません。やっぱり本格的な協力をやってこそ勝利ができるわけで、我が党としてはそういうことを目指します。野党党首会談の合意を具体化する中で、参議院一人区の予定候補者のかなりの方々は、立候補を取り下げることになると思います。